御朱印の起源と意味、御朱印の起源は古く、日本の神仏信仰に深く関わっています。御朱印は、神社やお寺で参拝をした際にいただける証として、信仰の証となるものです。御朱印は神社仏閣の威信を示すものとして、歴史的な意味も持っています。また、御朱印は参拝者に対する神聖なものの受け取り方を象徴しており、その意味も重要です。御朱印は、信仰の証であり、神聖さや尊厳を感じることができるものとして、多くの人々にとって特別な存在です。御朱印帳とは、御朱印帳は、神社やお寺でいただいた御朱印を集めるための帳面のことです。御朱印帳には、特に決まった形式やデザインはありませんが、一般的には日本の伝統的な風景や文化をテーマにしたいなデザインが描かれています。御朱印帳は、参拝や巡拝の際にご祈願をいただく証として記念にいただくものであり、その一冊一冊には神社やお寺での思い出や感謝の気持ちが詰まっています。御朱印帳は神社やお寺で購入することができますし、一部の書店やオンラインショップでも手に入れることができます。御朱印の申し込みと受け取り方、神社やお寺での御朱印の受け取り方について説明します。御朱印をいただくには、まず参拝が必要です。神社では手水舎に手を清め、お賽銭をお供えします。お寺では本堂にお参りし、お賽銭を納めます。その後、御朱印を受けるために御朱印帳を用意します。御朱印帳は一般的には自社で販売されており、おしゃれなデザインや様々なバリエーションがあります。御朱印帳を持参し、神社やお寺の御朱印書や御朱印堂でお願いします。限定御朱印や特別な御朱印を受け取るためには、事前に予約や申し込みが必要な場合がありますので、事前に調査してください。御朱印は、参拝や巡拝の記念としていただくものですので、お寺や神社の大切な証となります。御朱印をいただく際には、きちんと礼儀を持ってお願いしましょう。御朱印巡りの魅力と楽しみ方。御朱印巡りは、神社仏閣巡りの醍醐味の一つです。神社やお寺を訪れ、参拝をすることで御朱印をいただくことができます。その御朱印には、神聖な意味が込められており、守りや御利益をいただくことができます。御朱印をいただく際には、参拝の作法に従い、丁寧な態度でお願いすることが大切です。御朱印巡りの楽しみ方は様々です。例えば、初詣や思い出の場所での御朱印巡りは、特別な思い出を作ることができます。また、神社やお寺の歴史や文化に触れながら、御朱印をいただくことも楽しみの一つです。さらに、御朱印を集めることで、自分の祈りや願いを形にすることができます。日本全国には、御朱印の人気スポットが数多く存在します。東京では、明治神宮や浅草寺、氷川神社などが有名です。京都や鎌倉、奈良などでも、多くの神社や寺院で御朱印をいただくことができます。特に、鎌倉や奈良の古い町並みとともに御朱印をいただくと、一層その価値を感じることができるでしょう。御朱印巡りは、神社仏閣の魅力を最大限に楽しむことができる活動です。ぜひ、自分の思い出や願いを込めて、御朱印巡りに挑戦してみてください。御朱印の人気スポットとおすすめの場所、御朱印帳を楽しむためには、日本全国にあるおすすめの神社や寺院での御朱印がおすすめです。例えば、東京では明治神宮や浅草寺、氷川神社などが有名です。京都では竜泉寺や伏見稲荷大社、金閣寺などで美しい御朱印をいただくことができます。また、鎌倉では長谷寺や鶴岡八幡宮、鎌倉大仏などが人気です。奈良でも東大寺や春日大社などで特別な御朱印を手に入れることができます。さらに、出雲大社や西国三十三所など、全国各地にも御朱印の人気スポットがあります。御朱印の証としての押印に加えて、神社仏閣の素晴らしさを堪能できる御朱印巡りは、日本ならではの魅力です。ぜひ、思い出の場所やパワースポットなどで、御朱印があるとして、素敵な御朱印を集めてみてください。